はい、ということで今日は僕が昔から大ファンだった大物タレントの妹彩子さんのためにオリジナルで抱っこひもを作ったので、ちょっとみんなにも紹介したいなと思います。昔からすごいファンで妹さんのことを陰ながら応援してたと。抱っこひも作りをずっとしてて、妹さんが赤ちゃんが生まれたっていう情報を聞いて、ああなんかプレゼントしたいなーって心の中では思ってました。でもまあどうする術もなく日々過ぎてたんですけど、ある日キューズベリーのインスタグラムを妹彩子さんがフォローしてくれてて、うわっ、これはほんまにこのなんていう、うおーチャンスだみたいな感じになって、妹さんにメッセージを送ろうとインスタグラムで送ってみました。妹さん、僕は妹さんの大ファンです。今まで陰ながらずっと心の中で応援してたんですけど、赤ちゃんが生まれたっていうことで、僕の最大限のモテる技を使って妹さんにオリジナルの抱っこひもをプレゼントしたい、メッセージを送って、数時間後帰ってきた瞬間、うおーってなって、で見たら嬉しいです。でももう買ってしまいました。嘘やん。購入履歴っていうのを調べると、1月にゼロのグレーをご購入いただいてた。なんで気づかへんかったや、僕としたことがっていう気持ちでいっぱいでした。で、あ、そうだと、今実際にじゃあ使ってもらってて使いにくいところ何かないですか、聞きました。妹さんが挙げるポイントは3つぐらいで、抱っこひもにスマートフォンを入れるポケットが欲しいの、2つ目、小さい赤ちゃんの顔がはっきりと見れるように折り曲げたいの、3つ目、きちっと調節して全体に負荷がかからなくしたい、この3つをいただきました。マッキーはもうそこから、じゃあ妹さん、僕それ本気で考えて1週間で作ります言いました。マッキーそこからもう全力、生地どうしようかな、ポケットどうしようかな、折り曲げた時どうしようかな、一生懸命考えました。まず素材選びから考えました。今パッと見た目分かりづらいんだけど、ナイロン素材、結構強度のある素材を採用してます。でナイロン素材でも妹さんは結構ベーシックなおしゃれな服装されてるので、ところどころ格子状のリップストップっていう柄を採用してます。こういうところがリップストップになってたり、肩の片側がリップストップになってたりして、シンプルだけど近づいたらめちゃめちゃおしゃれに思えて、育児が妹さんが辛い時も楽しめるようにおしゃれに仕上げました。じゃあ次ポケットどうしたかっていうと、輪っかにして、でもう抱っこ紐のヘッドサポートの部分を折り曲げてあげる、折り曲げてこの輪っかを通すだけ。本当は赤ちゃん抱っこしない状態でやってください。で広げてヘッドサポートをつけるとポケットはつきます。このポケットにスマホを入れたりとかガーゼを入れたりとかして、急なお出かけの時、身軽にお出かけしたい時でもさらっとお出かけできるように考えてます。でちょっとポケットを上げてボタンを止めてあげる。そのままだと赤ちゃんの背中を圧迫してしまう可能性があるから、ポケットが上がるようになってます。なんで結構固めのボタン、スナップボタンを採用してます。採用理由は予期せぬ動き、かがんだりするとき、マグネットだとパカーンって外れて大切な携帯電話が落ちてしまう、割れてしまう可能性がある、物の落下を防ぐ構造にするためにスナップボタンを採用しています。2番目の赤ちゃんの顔がしっかり見れるように、ここヘッドサポート部分にマジックテープを採用してます。
マジックテープをポケットの上の部分につけてあげることで折り曲げてマジックテープ部分をパチッとつけてあげることで赤ちゃんの顔が開いた状態、ずっと赤ちゃんの顔を見れるようになります。この2つで、3つ目はもう装着の問題で、ピタッとつけるためのポイントは一旦つけます。もう妹さんもつけてもらってるから分かると思うけど、実際つけた時にここ腰ベルトに余りがある。この余りを腰ベルトの部分を外に引っ張ってあげて、余り出た分をまた腰の後ろ持っていって左右交互に締める。こうすることで全体のフィット感が増して肩とか腰とかに負担がかからないようになる。この3つを一生懸命考えました。この動画はもう正直妹彩子さん、石崎 DJ に向けたもう個人的なファンレターです。どうぞ受け取ってくれたらすごい嬉しいと思います。この商品を早速梱包して送らせてもらいます。どうぞどうぞ楽しい育児ライフを送ってください。とはいえこの頭を曲げる機能ポケットとか、今次の改良に向けていろいろ考えてます。もし今使ってる人でこういう機能があればいいな、ああいう機能があったらもっと便利なのになっていうことがあればコメント欄にどしどしください。もしかしたら商品化も、作った感じでは抜群にいいので、いろんなとりあえず意見をいただいて、イムさんもコメントをいただけたらすごい嬉しいです。次使う人とかもう皆さんのお役に立てるように、僕たちは抱っこ紐作りで命かけて頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今回は妹さん、ご出産おめでとうございます。元気で健康ですくすく育ってくれるように祈っているので、これからもお体に気をつけて育児仕事を頑張ってくださいね。この動画が良かったと思っていただければ、高評価グッドボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。今日も皆様にとって素敵な育児デーでありますように。最初はグーじゃんけんほい、バイバーイ。ファンです、大ファンです、おめでとうございます。